嵐山高尾パークウェイの方を走り切りまして、ここからはですね、国道162号線を走っていきます。国道162号線をここから北の方へと上がっていきまして、そして国道477号線へと道を変えていきます。本来であれば国道477号線をずっと走っていればですね、琵琶湖の方まで行くことができたんですけども、途中でどうしても府道50号線を走りたくなってしまったので、そちらを走りに行ったらですね、国道162号線の方に抜けようと思うと嵐山高尾パークウェイを走ると早いということだったので、まあ、走りたい道ということもありましたので、そちらの方を通ってここまでやってきました。この先は国道477号線をひたすら走るドライブ動画ということになります。特に寄り道をしたというところもないんですけども、ただですね、国道の中でかなり狭い場所を通ることになります。京都の紅葉の名所高尾を走り抜けていきます。国道162号線はところどころ狭い区間もありますが、片側1車線の走りやすい道が続きます。そのためかスピードを出す人が多いんですかね、事故多発注意という看板をよく見かけます。そしてここはですね、草餅が有名なところということですが、今回寄ることはできませんでした。京都市右京区の京北という場所にやってきました。左側には道の駅ウッディ京北が見えています。国道162号線からですね、道の駅ウッディ京北前の交差点を右に曲がりまして、国道477号線へと入ってきました。国道477号線も現状は走りやすい道が続いていますけども、この先はですね、どんどんと細い道になっていきます。ここまでは気持ちよくオープンドライブを楽しんでいましたが、この先の道を見ていくとですね、まあ、道というか空を見ていくとだいぶ雲行きが怪しくなってきました。雨が降らないことを祈るばかりです。国道477号線をしばらく走ってきまして、前にはですね、紅葉で有名な上昇工事が見えています。ただ今はですね、もう秋が過ぎてというタイミングなので、もみじとかは散ってしまっています。さらに進んできまして、まもなくですね、黒田の百年桜の木が見えてきます。黒田の百年桜はちょうど春日大社の境内の中にあります。また春になったら来てみようと思います。これから道が狭くなりますという案内看板が見えてきまして、ぼちぼちとですね、狭小区間が始まってきます。まあ、広がったり狭くなったりっていうのを繰り返すような感じにはなると思います。
この先国道477号線は右に向かっていきます。もう本当にこの交差点がですね、まっすぐ進んでいいのか右に進んでいいのかナビがないと全くわからないような感じです。ここから国道477号線と不動38号線が同一になる道路になります。重複区間ですね。そしてこの街道はですね、鞍馬街道ということになります。今回の動画は本当にドライブ動画が続くという感じになっておりますが、現在がですね、京都市左京区の花瀬という場所にやってきました。京都の鞍馬からさらに北に行った場所ということになります。本当に山の中にある集落というそんな感じです。そしてその先がですね、花瀬峠ということになります。ポツポツと雨が降り始めていますが、 S660 はまだオープンで走っています。なかなかですね、屋根を閉めるタイミングというのも難しいんですけども、雨がザーザー降ってきていきなり車を止めてっていうのはですね、広い道だったらできるんですけど、狭いとですね、なかなかやりにくいというところがあります。なるべく早いタイミングで屋根を閉めないとビタビタになってしまうなんていうこともあるんですけども、もう少しこのままオープンで走れないかなということで、オープンのまま走っています。S660 でオープンで走るのはすごく気持ちがいいんですけども、雨を降るタイミングでですね、屋根をつけたり外したりするのを、まあ、そんなたくさんの時間はかからないんですけども、慣れてしまえばですけどね、でもちょっと手間になるなと思ってしまうところはあります。国道477号線の有名な難所というか交差点というか、この国道477号線はですね、この桃湯分かれですさまじい左に曲がっていくっていうことで、何も知らなかった僕はですね、1回で曲がりきることができませんでした。この先は桃井峠ということになり、どんどんと国道が進んでいきます。桃井分かれの場所をですね、直進していくのが不動38号線ということになるんですけども、その不動38号線よりもですね、国道477号線の扱いの方がひどいという、まあ、そういう状態になっています。そしてですね、道は先ほど越えてきた花瀬峠よりもですね、さらに狭くなります。国道477号線はですね、国道へと変わっていくと、そういった感じになります。桃井峠を越えていくところから動画の速度は4倍速にさせていただいております。カットして細かく行こうかなとも思ったんですけど、この道路は結構国道好きの人にとってはメジャーな道路ということになるみたいなので、カットせずにこのまま4倍速で流していきます。琵琶湖に抜けるまでの道はですね、この国道477号線、桃井峠とですね、桃井峠を抜けた後に前ヶ畑峠という場所があるんですが、その2つの峠がですね、かなり難所ということになります。もちろん他にもですね、大阪寄りというか京都寄りですねにも狭い国道区間というのはあるんですけども、この辺りが一番長い国道区間ということになるのだと思います。京都の京北の方に抜けるまでの道もですね、結構細い道続くんですけども、こういう道を走っているとここが国道だということを忘れてしまいます。桃井峠の途中で対向車が来たら大変だったと思うんですけども、ちょうど峠を降りてきた場所でですね、道幅が広がっていた場所でのすれ違いだったので、ラッキーだなという感じでした。
こに来て看板が出てきまして、琵琶湖方面はですねこちらへという案内が出てきて、ちょっと安心感が出てきます。そしてここから先がですね前ヶ畑峠ということになります。この峠もですね桃井峠に続いてなかなか険しい道です。ようやく国道477号線の国道区間が終わりました。やっぱりこの狭い道を走り抜けるとですね、本当にホッとします。道幅が広くなった時の安心感っていうのは半端ないですね。国道好きの人だったらですね、狭い区間の方が楽しいのかもしれませんが、やっぱり僕はですね、国道の方は好きになれそうにありません。この後はこういう走りやすい道が続いていきます。ここから国道367号線と合流しまして、国道367号線477号線の重複区間になります。そしてここでようやく滋賀県に入りました。普段は通らない道を通ってですね、ようやく滋賀県にたどり着くことができましたが、なかなか大変な道のりでした。この時は気合を入れてですね、高島の方まで行って三田瀬小屋並木まで回ってから帰ろうかなと思ったんですけども、残念ながらですね時間が足りませんでした。ちょうどこの時はですね制限時間がありまして、5時ぐらいまでには家に帰らないといけないという状況だったので、まあ、諦めてですね琵琶湖大橋を渡ってそして帰ってくるみたいな感じだったと思います。この頃はですね S660 に乗ってただただ道を走るのが楽しくてですね、いろんな道を走って純粋にドライブをするみたいな動画をよく出していましたが、今回の動画もですね本当に道を走るみたいな完全ドライブ動画みたいな、寄り道せずに走るみたいな感じにはなってしまいましたが、ここまでこのドライブ動画に付き合っていただきましてありがとうございました。それではここまでのご視聴ありがとうございます。